デカンショブシに合わせて踊る、デカンショ祭りデカンショブシは、兵庫県丹波笹山市を中心に、盆踊り歌として歌われる民謡であり、学生歌としても広く歌われた。篠山説、篠山デカンショブシということもある。篠山市無形文化財。2015年4月24日、文化庁により、日本遺産の最初の18件の一つとして、 丹波笹山で干渉節、民謡に乗せて歌い継ぐ、ふるさとの記憶が選ばれた。江戸時代から、篠山地域で歌われていた、密節が変形したものであると伝えられている。大正時代には、でっこんし節などとも呼ばれていたようだが、次第に、でっこんし節という名称に修練していった。出っこんし節が学生家として全国に普及した、きっかけとして、以下のような伝承がある。 旧篠山藩主の青山家は、明治維新後は、学問を奨励し、篠山に大鳥なる義塾等の私立の中学校を作り、その中の優秀なものを東京に寄宿舎を作り、留学させた。篠山からの留学生は、例年、夏には、千葉県の八幡の浜で過ごしていた。明治31年の夏、 宿泊先の江戸屋の2階で、元藩主青山中世の養子青山中将をはじめと、する篠山出身の若者たちが、郷土の盆踊り歌を番声を張り上げ歌っていた。それを、たまたま外館に宿泊していた、旧世一高の水泳部員の塩谷淳たちが、この歌を聞き止め、たちまち気に入ったという。そこで、一高水泳部員たちは、 篠山出身の若者たちに付き添っていた渡り明三郎などから歌の指導を受け意気投合した。それを東京に戻ってからも歌った。これによって多くの学生や若者の共鳴を受けて愛称されるようになり全国に広まった。また、デカンショシの歌詞の多くを渡り明三郎が作成したという伝承もある。篠山地域での盆踊り歌は 密接が衰退し、晩秋温度などが中心になっていた。そこへ、学生家として交渉されていたデカンショブが逆輸入される。戦後は、観光資源としてデカンショ祭りをはじめとして、積極的に利用されるようになる。これによって、現代ではデカンショブは丹波笹山市を代表する民謡となっている。大正時代の付箋運動で作られた。 デモクラシー説なる飼い歌も存在し、近年、チンドン楽団のソウルフラワーもののけサミットが、アルバム、アジールチンドンで取り上げている。デカンショブシは、学生歌として、広く歌われていたこともあって、様々な歌詞が創作され伝わっている。また、デカンショブシの節回しにさえ合うならば、どのような歌詞の創作も可能である。デカンショブシは、学生歌という経歴を持つことから、 掛け声の、デカン書は、デカルト、カント、ショーペンハウエルの略であるという、よく知られた説もある。他に、デカセギ仕様の意味であるなど、諸説ある。兵庫県笹山市ホームページのデカン書部志向によると、篠山町75年史で上記の、デカルト、カント、ショーペンハウエルの略であるという説が正しいであろうと、述べているが、篠山町100年史では、 様々な説があるが、デカン書という言葉は掛け声に過ぎないとしてこの説を推しているわけではない。デカン書の意味については、デカルトカントショーペンハウアー説を不解説とするものや、デコン書という盆踊り歌から来たという説明、あるいは、どっこい書の天下、デカセギ書、デゴザン書の意味を持つという説を紹介するものがある。また、旧アジ村の農夫の愛家、デコン書で、 今書で半年が暮らす、後の半年あ泣いて暮らすが、前述の水泳部員たちによって広がったとの説明もある一方、この歌詞を、奈良の酒造りに半年で稼ぎする当時を指すとしたものもある。現在、篠山地域で広く歌われている歌詞は、以下のように、丹波の風物を読み込んだものである。でかん書でかんしょで半年暮らすあよいよい後の半年寝て、 暮らすよーいよーい、デッカンショ、丹波笹山山下の猿が、あよいよい花のお江戸で芝居するよーいよーい、デッカンショは飲め飲め茶釜で沸かせ、あよいよいおみきやがらぬ神かみはなしよーいよーいデッカニショ、なだのお酒は、どなたが作るあよいよいオラが自慢の丹波当時、よーいよーいデッカンショ。雪がちらちら、丹波の宿にあよいよいのししが飛び込むボタン鍋よーい、 用意でっかんし丹波笹山をとりなるの塾で、あよいおい文部北江市、美少年、用意用意でっかんし AB 日本遺産、18県発認定丹波、笹山のでっかんし武士など、マイナスウェイバックマシン、神戸新聞ネクスト、2020年8月4日閲覧。篠山町市編集委員会編、篠山町百年史ハット ABC 町田義明、浅野賢治編著、日本民謡集 岩波書店、岩波文庫、1977年、270ページ、AB ハットリュー太郎、日本民謡集社会思想者、現代教養文庫、1979年、319ページ、AB 毎日出版企画者編、日本の民謡史、北海本歌から、朝戸やユンタまで、毎日出版社、別冊1億人の昭和史、1979年、 202ページ、ありがとうございます。